どこだ、どこへ行ったんだ。愛ちゃん、いなくなったら俺日曜日は一人の日、ピーチパイを焼いた後、答えろ愛、お前の役目は何なの。どうでもいいだろ、そんなこと。それより今すぐヨウタンとこへ返してくれよ。答えろ愛。俺の役目は慰めることだよ。そうだ、お前は慰めることだけを考えていればいい。ビデオガールは男たちにとって理想の天使でなければならんのだ。しかし今のお前はどうだ。人間の少女のように甘えたり寂しがったり嫉妬したり、そればかりかあの少年に思いすら抱いている。もはやお前はビデオガールの使命を果たせぬ。よって天の愛、お前を回収する。あとは任せたぞ。はい。おい、こら、待てよ。ねえ、お願い、こっそり俺をヨウタンとこへ返して。無理じゃよ、諦めなさい。けど、ヨウタはどうなんだよ。あいつ寂しがってる、きっと俺を探してるよ。もう探してはおるまい。そんなことないよ。いや、今わしらの時間は早回しになっとる。お前を回収するためにビデオテープを早送りしとるのでな。世間では一週間も経っておろう。もはや陽太君も諦めておるよ。
それに戻ったところでお前の再生時間はほとんど残っておらん。そんな、あのお方には逆らえん。かわいそうじゃが諦めるしかない。ヨータが何してるか見せて。あいつ本当に寂しい思いしてないか見せて。おい、お願い。あの、ちょっとすいません。この子どこかで見ませんでしたか？愛ちゃんって言うんだけど。さあ、テレビ局にでもいるんじゃないの？回収は決まったのじゃ。お願いだよ、お願いだよ、お願いだよ。あ、愛ちゃんが消える。まさかビデオが。回収される前に。回収？何バカなこと言ってんだよ。だってお前の再生時間はまだ。ビデオガールは人を好きになると回収されちまう。俺好きになっちゃったから。好きだったぜヨータ、大好きだよ。愛ちゃん、愛ちゃん、俺、天の愛、ビデオガール、よろしくな。さて、何すっか。お前が望むこと、知ってあげる。心配すんな。ビデオガールは、特定の男を愛したりできないようになってんだよ。今日はヨータのくれた服を着て初めてデートした記念日だもん。ヨータのいいとこ、また一つ目っけ。愛ちゃん。
ヨータ、ヨータ、しっかりしろ、ヨータ。はっ、ハイちゃん大丈夫か、ヨータ。タカシ、ここ、どこだ。お前の恋愛感情をテーマにしたビデオの中だとよ。お前はビデオガールを追ってその中に入っちまったんだ。ビデオガールって、なんでお前がそれを。本人から聞いたよ、何もかも。じゃあ、ハイちゃんは生きてるのか。ああ、けどな。驚いた。人間がビデオワールドに入ってくるとは。これも愛とやらのなせる技か。どうなさるおつもりですか。愛か、どれほどのものか見てみたい。俺、なんか胸騒ぎがしてよ、お前ん家に行ってみたんだ。そしたら、お前がモニターに吸い込まれるとこだった。そうだったのか。で、俺たちも巻き添え食っちまったってわけだ。俺たちって、他にも誰かいたのか。萌美さ。え、こっち来て、はぐれちまったけどよ。たかし、お前、萌美ちゃんほったらかしにして来たのかよ。仕方ねえだろ、お前の方が心配だったんだ。冗談じゃねえよ、お前萌美ちゃんの彼氏だろ。お前が守ってやんなくて誰が守るんだよ。え、お前さ、ヨータ、これからはお前が萌美を守ってやるんだ。それがお前の望みだったはずだ。タカシ、今さらお前無理に決まってるだろ。ビデオガールのどこがいい。アイちゃんのどこに惚れてんのかって聞いてんだよ。どこって、そりゃもちろんお前だから。どこだろう。おいおい頼むぜ。だから例えば、あんと飯作ってくれたり、落ち込んでる時相談相手になってくれたり。んなことは萌美だってやってくれるぜ。そりゃまあな。しかも萌美なら一生そばにいてくれる。タカシ、お前何が言いたいんだ。タカシ、ビデオガールは一夜の夢、いずれ消えちまうんだぞ。これからどうする。萌美とビデオガールのどっちを探す。お前の気持ちが固まらない限り、お前はどっちにも会えやしねえぞ。はっ、あ、たかし、たかし、たかし。ビデオガールのどっちを探す。お前の気持ちが固まらない限り、お前はどっちにも会えやしねえぞ。萌美ちゃんに会えたってことは、俺の気持ちが萌美ちゃんに。じゃあハイちゃんはどうなる。俺は何のためにここへ。モテウチ君、ねえ、私を連れて帰って。ここはモテウチ君の作った世界でしょ。だったらモテウチ君が帰りたいって思えば。いや、でも俺まだやんなきゃなんないことが。私、モテウチ君のこと好きなの。萌美ちゃん好きなの。
お手内くんが。いかんいかん。萌美ちゃん、君にはたかしがいるじゃないか。でも今はそばにいてくれるもてうちくんが好き。もてうちくんだってそうでしょ。愛ちゃんがそばにいるときは愛ちゃんを好きで、今は私のこと。嬉しいけど、萌美ちゃん、そういう考え方って健康的でないんでないかな。愛ってそんなに確かなもの？え？違う。状況がどんどん思いを変えていくのよ。確かな愛なんてどこを探しても見つからない。だったら悩むより楽しんだ方がいいんじゃない？モテウチ君。モエミちゃん。来るな。来ないでくれ。来て。来るな。来るな。来るな。なんだよ、これは。誰がこんなことを。誰が。いかがわしさ、思い知ったかな。うるせえ、アイちゃんは俺が守るんだ。アイちゃん、待てよ。これは、この痛みは。その階段は、お前の恋愛感情形にしたもの。何？その脆さ、その痛み、その不確かさこそがお前の愛。そっか、この痛みは恋の痛みってわけか。その不確かな階段を信じ、歩み続ける意味がどこにある。
階段はいつ消えるかわからない。天の愛のもとへつながっているとも限らない。そう、天の愛への思いが幻でないとお前には言い切れるのか。自分の姿を見るがいい。傷ついた無様なその姿、愛とやらに溺れたため。一切の苦しみから解放され、お前は元の世界に戻れる。さあ、嫌だ嫌だ。俺の愛は、愛ってもんは。いずれ別れる運命のビデオガールに愛を注ぐとは。仕方ないじゃん、好きになっちゃったもんは。確かなものなんて何一つない。でも俺はたとえ今だけでも、今一瞬だけでも愛ちゃんが好きなんだ。ヨウタ消えちまえ、何もかも消えちまえ。
ほんの一瞬だけど、俺は思った。俺と愛ちゃんを残して、何もかも消えちまえって。そしてそれは、ほんの一瞬だったから、世界はじきに元に戻った。